こんにちは、メルルーサ丸岡です。今日はですね、面白そうな PC スリーブを送っていただきましたので、そちらの方をレビューしていこうと思います。はい、それがこちらですね、エルゴミというメーカーのエンベロープという PC スリーブですね。このエルゴミっていうメーカーですね、私失礼ながら初めて聞いたメーカーさんなんですけど、ガジェット周りのアクセサリーをいろいろと作っている台湾のメーカーさんみたいです。日本では今のところ発売されていない製品で、絶賛日本での販売に向けてですね、幕開けでクラファンをしている最中という感じです。今日はそのクラファンを実行している会社さんからサンプルを一つ提供していただきました。簡単にこのエンベロープがどんなケースなのかというところをお伝えしておくと、 PC スリーブの顔をした PC スタンドなんですよ。この説明だといまいち分かりづらいと思いますので、これからですね、こちらのエンベロープの特徴と私が数日間使ってみての感想ですね、良かったところ、いまいちだったところ、それぞれお話ししていこうと思いますので、何かいい感じの PC スリーブ、それから PC スタンドをね、お探しの方はぜひ最後までお付き合いください。はい、というわけで行ってみましょう。はい、ということでこちらがエルゴミの PC スリーブ兼スタンドエンベロープという製品ですね。今回私が送っていただいたカラーはキャメルですけど、カラー展開としてもう一種類ブラックがあります。素材はビーガンレザーになっていて、若干光沢があるような感じですね。ビーガンレザーは他の製品でいろいろと使っていますけれども、本革みたいな感じではないですが、使っていく中で若干光沢が増してきたりはすると思います。製品の寸法がですね、短い方で 24.5cm といったところですね、長い方で 33.5cm という感じですかね。特徴的なのがこの薄さですよね。こんな感じでぺったんこになっています。 PC を入れた後でもね、熱くなりすぎず持ち運びやすいケースですね。対応しているノート PC のサイズが 13.6 インチということで、これはね、つまり MacBook Air までと思ってもらっていいと思います。後でお見せするんですけど、14インチの MacBook Pro も入らないことはなかったです。それから iPad に関しては、まあ使い方を選ぶかなという感じでした。で、この正面に見えている切り込みがスタンドになるっていう構造ですね。この切り込みの中にですね、マグネットが内蔵されていて、こんな感じでスタンドを2種類作ることができるようになっています。このスタンドについても後で詳しくお伝えします。はい、でまずは PC スリーブとしての性能を見ていこうと思うんですが、蓋部分はこんな感じでマグネットでパカパカと開閉するようになっています。構造としてはシンプルなワンポケットですね。内部にポケットがあるとか、外側にポケットがあるとか、そういうことはなくて、本当にノート PC を1台しまい込むためだけのスリーブケースという感じですね。こちらが私の MacBook Air ですね。 M2 MacBook Air 13.6 インチ、今ねこんな感じで裸の状態、何もつけていない状態の MacBook Air を入れてみると、はい、こんな感じで結構ねスッと入ってくれるんですよね。こんな感じですね。この辺りの隙間に細いケーブルなら入らないこともないかなというところですけれども、基本的には PC を1台入れておくだけのケースという感じですね。でこの状態で蓋を閉めてあげるという感じです。 MacBook Air が最大のサイズだからなのか、このマグネットがね若干弱いかなと思いますね。こう横にしてしまうとね、カパカパするような感じになっていますね。磁力はねもうちょっと強くても良かったんじゃないかなと思いますね。とこんな感じで 13.6 インチまでのノートPC に対応しています。 13.6 インチといってもね、多分 MacBook Air のことを指しているので、 PC 自体の厚みとかサイズ感によっては入らないものも出てくるんじゃないかなと思いますので、そのあたり幕開けの方にね記載があったのでチェックしてみてください。はい、その他私の持っているものでいろいろと試してみようと思うんですけれども、例えばこの MacBook 12インチですね、これね根強いファンの方がまだまだ使ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、こちらにマジックスタンドっていう、まあ、薄めではあるんですけどスタンドをつけている状態、これは 13.6 インチに比べればかなり小さいので余裕で入ります。こんな感じですね。まあ、横に隙間があるのでケーブルぐらいは入るんじゃないかなと思うんですけど、充電器は厳しそうですね。でこのサイズであれば一応マグネットもこんな感じで閉まりますね。ただ振ってしまったりすると取れてしまうので、やっぱりまあ磁力は弱いかなというところですよね。はい、こちらは MacBook Pro の14インチですね。同じく薄手のスタンドがついていますけど、これはまあほぼ誤差だと思っていただいていいんじゃないかなと思いますが、 MacBook Pro もこんな感じで一応入るには入るんですよね。これはまあ若干上が飛び出してしまっていたりと、やっぱりね想定外だとは思うんですけど、一応入れられないこともないです。蓋部分に関してはより閉まらなくなりますね。なのでちゃんと使えるのは 13.6 インチまでっていう感じですね。はい、じゃあ 13.6 インチよりも少し小さい 12.9 インチの iPad Pro はどうなのかというとですね、 iPad Pro にピタカの薄型のケースですね、もうほぼ裸の状態だと思ってもらっていいと思うんですけど、このセットの場合は入りますが、 Apple Pencil が若干飛び出し気味ですね。 Apple Pencil
ペンシルって意外と磁力が弱いので、まあ、若干怖くはあるんですけど、こんな感じでしっかりと包み込むことができますね。まあ、若干余白があるので、もし怖ければアップルペンシルはこんな感じで刺してもいいかもしれません。じゃあ iPad にマジックキーボードですね、純正のキーボード付きケースを付けた場合はどうなのかというと、 12.9 インチの場合はこの仕様だとしまうことができません。大きさ自体は 13.6 インチ以下なんですけど、厚みがかなりあるので、こんな感じで途中で突っかかって入らなくなってしまうんですよね。なので一応製品としては 13.6 インチまでサポートしているんですけれども、これは iPad ですけど、分厚さのある13インチのノート PC もこのケースは対応していないと思ってもらった方がいいのかもしれません。ちなみに iPad Pro にマジックキーボードをつけた場合の厚さっていうのが 1.8 から9センチという感じなんですが、薄型に特化していない PC だったらこのぐらいの厚さのものって結構あると思うので、そのあたりは要注意ですね。はい、では今度は11インチでチェックしてみようと思います。こちらはマジックキーボードですね、同じく Apple 純正のマジックキーボードを取り付けた iPad Air 第5世代ですね。 iPad Pro の11インチも同じサイズですね。これは分厚さはあるんですけど、サイズ自体が小さいのでこんな感じでしまうことができます。まあ、ただこれでも蓋の締まりは悪いですよね。薄型に作られている分、分厚さのある PC には弱いのかなといったところです。ということで、基本的に MacBook Air 用だと思ってもらった方がいいかもしれないですね。 MacBook Pro の場合はつい先月なくなってしまった M2 の MacBook Pro ですね、 13.3 インチモデルまでは対応しているっていう感じですね。はい、ということでお待たせしてしまいましたけれども、このケースの最大の特徴、スタンド部分をですね見ていこうと思います。このスタンドがですねかなりいいんですよね。簡単に説明すると、この切り込み部分を使ってですね、20度、それから50度の2種類の角度の PC スタンドを作ることができます。まずは20度ですね、この蓋側の切り込みを立ち上げて、で立ち上げた先のこの細い部分ですよね、とこの大きな長方形をですね、こうピタッとくっつけてあげると、おそらくねマグネットになっているんですけど、こんな感じの形状になります。このトップの細い部分で PC を支えるという感じなんですが、これがなかなか頑丈なんですよね。この細い部分に乗っけて、ケースの底面にこんな感じのフックがついているので、このフックに Mac のトラックパッド側を差し込んであげます。俯瞰だと見づらいと思うのでインサートを入れておきますが、こんな感じの構造になっていますね。これがこんな細いスタンドとこのフックだけで固定しているとは思えないぐらい安定しているんですよね。揺らしてあげても大丈夫という感じで、かなり頑丈なスタンドになっています。これは驚きでした。で、続いてが50度の角度なんですけど、50度の角度はこの20度の角度を完成させた上で、反対側の大きな切れ込みを立ち上げてあげます。この角度がついている長方形を持ち上げて後ろに倒す感じですね。はい、これが50度のスタンドになっています。同じくこのトップの細い部分とケース仮面側のフックで PC を支えてあげるといった感じですね。これもね驚きなんですけど、なかなか非力そうに見えて頑丈なスタンドなんですよね。結構角度ついてるなっていうのがわかると思うんですけど、なかなかケースに内蔵されているスタンドとかね、ノート PC に貼り付けるスタンドでもここまでの角度って出せないですよね。画面の高さ的にもねちょうどいいですよね。ノート PC って猫背になってしまいがちなので、このぐらいの急角度にしてもらえるとすごく助かるんですよ。先ほどね私が使っているこのマジックスタンドっていうやつが出てきましたけど、これも貼り付けタイプとしてはかなりの急角度にできるので気に入って使っているんですが、マジックスタンドの最大の角度とほぼ同じ角度を作り出すことができているんですよね。もちろんねこのスタンドはスタンド専用の製品なので選べる角度が多かったりだとかいろいろ利点はあるんですけど、それでもね PC スリーブに内蔵されているタイプのスタンドとしてはかなりハイクオリティなんじゃないかなと思いますね。これはね正直驚きましたね。こんなにしっかりとしたスタンドがついているとは申し訳ないけど持っていなかったので、おしゃれめなケースにスタンド機能もついているよぐらいに思ってたんですけど、実際に使ってみるとこれはもうスタンドが本体ですね。ちなみにこのスタンドの耐荷重が5キロまで対応しているということなので、ノート PC のタイピングはもちろんなんですけど、 iPad を立てかけてこんな感じで強めに筆記してあげても全くびくともしないぐらいのかなり頑丈なスタンドなんですよね。なのでマジックキーボードをつけてしまうと 12.9 インチ iPad とかは入らないよというふうにお伝えしたんですが、筆記をしたり絵を描いたりだとか iPad を単体で使う機会が多い人にとっては iPad ケースとしてもすごく重宝する製品になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ということでエンベロープの特徴をお話ししてきたんですけれども、この時点でね結構いいんじゃないかなと思っている方も大勢いらっしゃるんじゃないかなと思います。ここからはですね、私が実際 MacBook Air ですね、こちら M2 の MacBook Air 13.6 インチと数日間一緒に使ってみての良かった点、それからイマイチだった点をお伝えしていこうと思います。まずですね、使ってみて率直な感想、かなり完成度高いケースですよね。もちろんこの MacBook Air 純正なんじゃないかっていうぐらいのフィット感と、ケースとしての見た目もねかなりまとまっていていいんじゃないかなと思います。
いますなんですけど、このエンベロープに関しては私はねもはや PC スタンドだと思って使っています。20度と50度が2段階で選べる便利なスタンドがケースにもなるよっていう、そのぐらいケースという皮をかぶった PC スタンドみたいな、そんなイメージを持っていますね。先ほども見ていただいた通りなんですけれども、スタンドの安定性というのがかなり高いです。角度は2段階で選べて20度と50度なんですけど、50度の角度って MacBook を最大まで開いた時にギリギリ画面がまっすぐに立ってくれる最大の角度なんですよ。なので高さを出せないタイプの、机とこの Mac が設置するタイプのスタンドの中では最大限の画面の高さを稼げるんですよね。これが PC スリーブで実現できるっていうのはかなり嬉しいポイントかなと思います。 PC と設置する部分っていうのがかなり細いので、これ大丈夫かなと思うんですけど、傾斜角とかもすごく計算されて作られているのか、机に設置する側のこのフックとですね、いい塩梅で引っかかってほぼほぼずれることがなかったです。これは本当に素晴らしいスタンドですね。ケース自体の性能でいうと本当に単純にスリーブケースという感じで、ノート PC1 台を入れてしまうともう他に何も入らない、充電器とかケーブルすら入らないという構造になっているんですけど、おそらくこのエンベロープが狙いにいっているであろう M1MacBook Air、M2MacBook Air、それから M1、M2 の MacBook Pro ですかね、簡単な作業だったら最近の Mac って本当にバッテリー持ちがいいので、充電器のお世話になることってそんなになくなってきましたよね。私みたいに動画の編集をしたりだとかいろいろやってると当然必要になってくるんですけど、そういう時だけカバンからガサゴソと充電器とかね、ケーブルを取り出せばいいのかなという感じです。で、今ね私の場合は外出先で作業するという前提で話してますけど、例えばお仕事なんかで2拠点で作業をされる方ですよね。同じノート PC で在宅勤務の時もあれば、オフィスで勤務する時もある、そういう人に関しては多分各拠点に充電器とかね、ケーブルがあるんじゃないかなと思うので、むしろいろいろ入るケースっていうのが不要な人も中にはいるのかなと思ったりもしました。あとはですね、そんな感じで自宅とかね、勤務先で使うような、そういう場面でも50度のスタンドってかなり役に立って、50度のスタンドを使うことで高さを稼げるので、外部ディスプレイの横に置いてね、サブディスプレイ的にノート PC を使う場合なんかにもすごく役に立つんですよね。目線が上下しないというか、外部ディスプレイと同じぐらいの高さまで持ち上げることができるので、そういう使い方でもね、50度っていう角度はすごくありがたい角度かなと思いますね。ウェブ会議に Mac を使う時なんかもですね、インカメの位置ができるだけ目線に近い方がちょっとね、上から目線にならないっていうか、見栄えのいい写りになると思うんですよね。そういうところでね、かなり至れり尽くせりなスタンド付きケースかなと思いましたね。私はもはやケース付きスタンドだと思って使ってますね。とはいえ使っていく中で、これはちょっと残念だなと思うところもあって、この蓋部分のマグネットっていうのがね、若干弱いかなと思いました。バッグの中に入れることを前提とするんであれば全く問題ないとは思うんですけど、 MacBook を入れた状態だと今の段階ではね、ちょっと浮いてしまうんですよね。まあ、まだね数日しか使ってないので、この素材が伸びきってない感はあるので、これからどうなっていくのかというところなんですが、にしてももうちょっとマグネットは強くて良かったんじゃないかなと思います。あとはですね、これはもう製造時期というか、 Apple の製品サイクル的に仕方がないことなのかなと思うんですけど、できれば14インチの MacBook Pro にも対応してほしかったなっていうのが正直なところですね。まあ、これはね、もう Apple のせいでもあるんですけど、13インチの MacBook Pro っていうのが無印の M3 であっても14インチ MacBook Pro に統合されたんですよ。これから MacBook Pro を購入しようと思うと、新品であれば14インチからになってしまうんですよね。私自身がね、14インチの MacBook Pro をメインで使っているっていうところもあって、もうあと 0.4 インチ分だけでもね、大きかったらよかったなと思いますね。ぜひ MacBook Pro 用もですね、今後出てくると嬉しいのかなと思います。はい、というわけで今回はエルゴミのエンベロープですね、 PC スリーブ兼スタンドを紹介しました。かなりいい製品だと思います。これだけスタンドのクオリティの高いケースっていうのも珍しいと思うので、気になった方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ幕開けの方をチェックしてみてください。この動画を撮っている段階ではですね、応援購入の割引額は最大 23% ですね、6980円で購入できるようなので、よければチェックしてみてください。クラファンの期間が11月末まで、リターンとしてエンベロープが到着するのが2月ということになっています。はい、ぜひ応援してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで以上となります。ここまで見ていただきましてありがとうございました。このチャンネルではこんな感じで Apple 製品のアクセサリーのお話もよくしておりますので、よければ他の動画もご覧になってみてください。それと今回の動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。メルルー様、ルオカでした。バイバイ。